あー、西村さん、あー、よろしくお願いします。すいません、ツイッターではありがとうございます。すいません、すいません、今日の一応雨の日、寒い中、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、あんま捉えられてないんですけど。あ、そうですよね、撮影する側というかね、裏方だと思うんですけど、あの、今回その筋肉放送作家っていうツイッターを見つけて、はい、これ面白いなと思って、はい、ちょっとお声掛けさせてもらったっていう経緯で、いろいろお話聞ければなと思ったんですけど、はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。まあ、大した人間でもないですよ、実は。いやいやいや、マスクって取れますか？あ、全然大丈夫です。取れても大丈夫ですか？ありがとうございます。気にならないけど、鼻毛出てないですかね。筋肉放送作家っていうのはどういうことなんですか？別に筋肉ジャンルに特化して何かやってるとかではなくて、ただただ筋肉が好きでボディービルやっているっていうのと、あと職業は放送作家だったんで、なんか引きのあるキャッチのある名前つけようと思ったら筋肉放送作家ってつけた次第ですね。特に筋肉ジャンルしかやってない放送作家とかではないです。そういうのが好きなんですか？あ、フィットネスですか？フィットネスはもう10年ぐらい以上やってて、で、一昨年のワールドレジェンドクラシック初めて出て、で、その時ノービスだったんですけど、まあこの先オープンも狙っていけたらなっていうぐらいはハマってますね。なんでその10年前にそのやろうと思ったんですか？あれなんですよ、もともともうなんか体脂肪率が高くて体重はちょっと多いぐらいのなんか小デブみたいな感じ、わかります？僕はそんな状態で、でなんか痩せようって思って不意にフィットネスクラブ入ったんですよ、地元の。でそこでなんか、まあ、ジムの中ってマッチョな人結構いるじゃないですか。そういうのを見たりして、あ、自分も筋トレやってみようかなって思った時に、まあ約10年前、2011年か12年ぐらいなんですけど、当時の YouTube で筋トレって調べてロニー・コールマンの映像出てきたんですよ。でそれ見て衝撃を受けて、片手90キロぐらいのダンベルでベンチやってたりしてて、当時僕が14キロぐらいしかやれてなかったんで、それ見て衝撃を受けて、なんかちょっとでも近づこうと思ったのが最初のきっかけかもしれないです。